んにちは、森です。今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにお邪魔しています。ちょっと画角変わりまして、バンカー上に来ました。今日はなのでお気づきの通りバンカーレッスンになっております。でバンカーといっても特にホームランになっちゃう人向けっていう感じですかね。今日は、まあ、要はホームラン打っちゃう人、まだバンカーって多分ヘアウェイバンカーよりもこうピンを狙いに行ってグリーン周りのバンカーに入っちゃうって人の方がきっと多いと思うんで、まあ、その時に一番怖いのは、まあ、ホームランしちゃって行ったり来たりしちゃう、でスコアがやっぱ加算でしまうという方が多いと思うんで、まあ、まずまあ寄せるというよりも、まあ、まず出すで無難に出すっていう感じかな。あんまり奥にバーンっていっちゃったり、奥行きすぎて OB とかなんないようにする打ち方を今日はお伝えしていこうと思います。でレッスンのそうポイントは3つあります。で1つ目はまず足を広げて広げてあげます。結構女の人とかはもうがっつりでいいかも。感覚的に結構女の人、女性の方は足開いてって、でも結構こう控えめな方が多いんで結構がっつりで、これスカート入ってたらスカートピーンってこう横線入っちゃうぐらい、あのタイタやつだったらガッと開いてもらっちゃって大丈夫。まあ目安としてはなんかドライバーぐらい開いちゃってもいいかな。両足開いて足と足のこの幅の中に肩がピンって入るぐらいの幅まで広げちゃう。でこれなんでかっていうと、まあ、このあとちょっと2つ目のポイントで重心を下げるっていうのをやるんですけど、足狭いよりかは広げてもらった方が重心下げやすい、下げやすいと思うんで、ちょっと次の2つ目のポイントに移る前にその動作をしやすくするために下げる。でまあ2つ目ちょっとさっき言っちゃったんですけど、重心を下げる。でなんで下げるかっていうと、結構ホームラン打っちゃう人あるある、重心が高い傾向が多い。で重心が高いといえばボールをクリーンに打ちやすくなるんで、それこそヘアウェイバンカーとかは全然重心高めでいいんですけど、なんかボールの手前によく入れるとかって言うじゃないですか。でそれって重心高い状態でこのヘッドを手で手前にダンって入れようとしちゃうと、ここの刃から入っちゃって止まっちゃうんですよね。でそれはそれでちょっとホームランの逆でザクって言って出なかったりしちゃうんで、まあ、今回のテーマ無難に出すっていうところで、手で入れるんじゃなくて自然とスイング普通にしてる中で手前に入るようにしようっていう目的で重心を下げる。だから手前に入れる意識は持たなくて大丈夫って感じで、最後に重心を下げたら、下げたその膝の高さを変えないようにして打つ。まあ要は打つ時に下げてたのにポーンってこう上がっちゃわないように、そうホームラン出にくくするのに足下げといてあげて膝の高さを変えないようにしといてあげると、まあ無難に出ますと。まあグリーン速かったりしてもグリーン上には止まってくれるでしょうっていう感じですね。でそれが打つ時に、はい下げてたのに上がりますって言ったりすると、こうやってトップしたりとか、まあ、特にこうこれどうかな、まあ、そんなに顎高い方じゃないと思うんですけど、上げようとしたりするとなぜかみんな自分が上にポーンってこう自分が上がっちゃうんですよね。自分が上がるとボールが上がんないんで、ちょっとこう反比例してるじゃないですけど、上げたい時こそ自分は下がっててあげましょうっていう感じかな。で最後ちょっと余裕があったらいいんですけど、足下げて膝の高さ変えないよってやった後、ちょっと重心下げてるんで振り抜きにくいはにくいんですよ、足固定しちゃってるんで。ただ自分のその高さ変えない中で最大限体回せるだけ回し切っちゃってほしいんですね。要はなんかこう下げといて、下げるのに必死でこうここでこう終わっちゃうと、それこそちょっとここみたいに顎が高いと出ない場合が起きちゃうんで、基本的には膝の高さ変えないまま振り切れるだけ振り切っちゃう。なのでそこを押さえておいてほしいです。でまとめますと、1足広げます、
広げるんですけど、足と足の幅の中に肩が入るぐらいまで広げる。で2、重心を下げる。で下げたら3つ目、重心の高さを変えずに4つ目振り切りましょうと、っていう4つのポイントを押さえて打ってもらえると、ホームランもせず、まあ、ホームランは絶対しないで、なおかつザクって出なかったっていうのもちょっと出にくくはなるので、ちょっとここの4つのポイントを押さえてバンカーの練習をしてもらえたらなと思います。でこれはまあ実際ちょっと分かりやすくするのでバンカー練習場来たんですけど、普通の練習場の打席でやってもらっても全然大丈夫なので、でその時に別にフェース無理に開かなくて大丈夫です。ちょっと上がってるか分かんないんですけど、アプローチ、基本のアプローチとクラブの動き、打ち方っていう辺でちょっとお伝えしたんですけど、フェース開かなくてもある程度今のウェッジでボール上に上がるようにはなってるんで、まあ実際に打ってみて今の私もそんなにフェース開いてないんですよ。あのボールよりも高く打ちたいな、高く上げないと越えないなって顎の時に開いてるようなもんなんで、基本的にはフェース開かないで普通に打ってみて、それよりも上げたい時だけ開くっていう感じで、まずは普通の状態でどれぐらい上がるかっていうのを自分で把握しておいてもらいたいので、フェースは開かずにさっきの4つのポイント、足広げる、重心下げる、膝の高さ変えずに振り切る、ここを押さえてちょっと練習場で練習してみてください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。